一方駅は、マレーシアのペラ州一方にある、マレー鉄道ウエストコースト線及び、ファリム支線の駅である。一方の旧市街の中心的存在であり、マレー鉄道一美しいと言われる、ムーア式とコシック様式のコロニアル建築の白亜の駅舎を持つ。第二次世界大戦までは、一方トゥロの間のトゥロの支線が分岐してが、第二次世界大戦時に、日本軍によって撤去されが、 終戦後も復旧されず一方ファリム間だけが残され、ファリム支線として現在に至っている。短式ホーム一面一線、島式ホーム一面二線を持つ地上駅である。駅舎は東側にあり、下りホームに面している。上りホームとは校内の古線橋で結ばれている。西側に引き上げ線が5線ある。 現在の駅舎は1917年に建設されたもので2008年に複線電化プロジェクトの一環として駅構内が全面改築されたが駅舎は以前のものが保存され使用されている。駅舎の2階、3階部分は1917年以来マジェスティックステーションホテル一方が入居しており現在も営業している。ありがとうございます。